協力していただいて、こんなにもたくさん今年のクリスマスコスメと限定コスメを集めていただきました。なのでここから私のコフレの中のベスト3と限定コスメのベスト3を発表していきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。赤いミグ視力動画スタートです。これが今回用意していただいたコフレたちです。やばくない？ご協力ありがとうございます。めっちゃいっぱい可愛いのある。すごいよね。イエイということで早速コフレの方から順位を発表していきたいなと思います。もう見てもらった通りめちゃくちゃいっぱいあったから超悩んだんですけど、まず第3位はですね、アディクションにしました。アディクションのコフレはこのポーチの中にこんなに可愛いキラキラアイテムが3つ入ってます。アディクションザアイシャドウスパークルの015番。もう本当に何のアイシャドウに重ね付けしてもキラキラして可愛いアイシャドウで、結構濡れ感とかが出るから夏場とかも使えるんですけど、あとは人気のポリッシュですね、ザ・ネイルポリッシュの L119 の SP、 リップオイルプランパーの105番っていう、同じカラーがワンセットになって、これが3種類発売されるみたいです。なんか私的にはこのカラーが一番好きだなと思ったんですけど、こういった感じのカラーがあって、ピンクラメが入ったね、結構ピンク感の強いセットがあったりとか、もう一個はねこういうブルーラメ系、なんかちょっとオーロラっぽい感じになるのかな、可愛いですね。パープルのポーチついてたりとか、これが3色登場しますっていうのがアディクションから10月15日に発売されるクリスマスコフレですね。これがね私的に第3位でした。では続いて2位に行きたいと思います。2位はですね、毎年本当にすごいなと思う、なんかちょっとずっと見えてたっぽいんだけどじゃじゃん、ランコムのコフレにしました。なんかねランコムはいろんなコフレの種類があったんですけど、私はこの一番豪華そうなビューティーボックスっていう5万7000円相当の商品が詰め込まれてて、それがなんと2万1450円で、こちらも10月15日発売だったんですけど、まず私がすごい好きで使っている化粧水なんですけど、クラリフィックデュアルエッセンスローションっていうこの酵素が入った化粧水、これすっごいお肌がなんかゴワつきとか気になる時に使うとめっちゃツルッとするし、化粧水なんだけどオイルっぽい、なんか絶妙な他にない感じの化粧水なんですけど、マジで肌が滑らかになるのね。この化粧水のちっちゃいバージョンが入ってたりとか、有名な美容液のちっちゃいのとか、目元用美容液が入ってたりとか、この美容液も使ってるけどすごいいいんだよね。人気のパック、これもすごいよね。スペシャルななんか明日大事な撮影みたいな時にこの前使いましたとかね、筆のセットもついてるみたい、こういうのがついてたりとか、チークも色味すごい可愛い、まあ、1個持ってたら使えるよねみたいなオーソドックスなカラー、あとアイシャドウこんな感じでいろんなカラーが入って、結構ちょっと奇抜なカラーが多いけど、まあでもポイントで使っても可愛いんじゃないかなっていうアイシャドウ、結構ちょっと奇抜だね、パケがこんな感じが入ってたりとか、あと一番ね私これ普通に買いたいなと思ってたんですけど、 UV エクスペールトーンアップローズっていう SPF50 の PA4+ で日焼け止め用乳液で、なんかめちゃくちゃそうって溶け込むような本当に乳液感のある日焼け止めで、めちゃくちゃ使い心地いいやんと思って、夏に出会いたかったなっていう、でなんかちょっとツヤ感も出て綺麗な日焼け止めが入ってたり、あとはマスカラ、グランディオーズっていう有名なマスカラと、あとリップ、ね、これすごいなんか刺繍みたいなのになっててマット系ですね、さっきのチークと合いそう、可愛らしいカラーになってますっていう感じで、もう本当に毎年すごい豪華で、これ21,450円で手に入るからすごいよねっていうお話で、ランクもちょっと豪華だなって思って2位にしました。でコフレ第1位はですね、もうこれは本当にいいんですかっていう感じ、もう絶対に私は今回のコフレの中でこれが一番欲しいと思いました。多分これすごい争奪戦なんやろな、無理やと思う。スックのファンデーションスターターキットで、こちらは12月3日発売の数量限定で、価格が8800円なんですよ。でこの中に何が入ってるかと言いますと、これもすごい私好きなんですけど、スックのトリートメントセラムプライマーっていう化粧下地ですねのミニサイズという感じで、なんかちょっとピンク白い感じやけど、こう本当にスーって伸びてくれて肌がこうツルッとなっていい感じ。このパウダーもすごい人気よね。スックのスムースマットルースパウダーっていう、ちょっと見てもらうと分かるようになんかピンクっぽいパウダー、これメイクさんに使ってもらったことあるけど、まずこのパフがふわふわちゃんと
商品と同じバフがついてて、これネットタイプのやつになってて、つけさせていただきますとめちゃくちゃ粒子の細かい、もうサラサラみたいな、もうふんわーみたいな感じのお肌にしてくれるパウダーで、でさらによ、もうこれだけでスックやったら8800円いってるんですよ絶対に。なのにあの一番有名なユキチファンデと言われるこちらのスックのザ・クリームファンデーションの、これはねカラーが選べるみたいです。110番か115番のカラーが選べるみたいなんですけど、あのユキチファンデのハーフサイズが入ってるんですよ。超お得じゃない？だってユキチファンデってさ1万円するってことやろ。それが下地とパウダーもついてきて8800円やから、これマジでお得だと思う。一番欲しい。ほらちゃんとたっぷり入ってるからね、超お得じゃない？っていうので私はコフレは今年はちょっとスック狙っていきたいなってとこかな。こうリキッドタイプのファンデーションってほとんど使い切れることがないので、使い切れないのを知ってるからスックのファンデーションは実は高いから買ってないんですよね。だからもうこれ欲しいんですよっていうね。だからちょっと今年はこれをね狙っていきたいと思いますので、皆さん12月3日頑張りましょうっていうのがコフレの紹介でした。じゃあ続いて限定コスメも第3位からいきたいと思います。第3位はちょっともうこれはねパケ買い、じゃじゃーん、大好きなディオール様です。エクランクチュールマルチユースパレットウェーブの1番かな。こちらは10月15日発売なんですけど、はい、パケ天才じゃない、めっちゃ可愛くない、もう部屋に置きたいだけ、使えへん、こんなん可愛すぎて。おっきな鏡がついてて超豪華じゃない。でねこれはねでもね値段がちょっと高くて16500円。そう、大人気のあのディオールのサンククルールクチュールのアイシャドウが丸々入ってたりとか、ハイライトが入ってたり、あとはチークが2色でリップも4色入ってて、筆が2本ついてて、このシャドウだけでもまあ割と高いから、まあ、元は取れてると思う、全然もったいなくて使えんよねっていう感じで、お部屋に飾りたいですね、これは欲しい。続いて第2位の限定コスメですね。使い勝手いいんじゃないかなと思って今年ちょっと前から注目してたものなんですけど、実物見てもかなり良かったので紹介します。 RMK のプリマティックラスターフェイスパレット、こちら6050円で11月3日から数量限定で発売されるみたいなんですけど、チークとハイライトとあとはシェーディングが一つになってるパレットなんですけど、どっちのカラーもめっちゃ可愛いやんと思ってちょっと塗ってみますね。まずこっちの01番のカラーがこういう感じ、すごい使いやすそうじゃない。ハイライトとかもすごい綺麗やし可愛いなと思ったのと、はい、02番のフェアグローの感じはこんな感じ、ピンクっぽい柔らかい感じですね。チークとかシェーディングとかなんかまあいろんな色持ち歩くけど、ポーチに入れてるともう全部パレットやから超かさわりやんか。この薄さでやったらピンク系とオレンジ系でも2個入れといたら、あ、ハイライトも入ってくるし最高やんと思って、これちょっと熱いなと思って今回選びました。しかもさ色もさやっぱ RMK やからさ、こう日本人に向けた感じというか、本当にこう綺麗なラメ感だとかツヤ感だとか、シェーディングも柔らかい感じの引き締め感っていうのかなっていうので、すごい使いやすいなと思って、メイクもなんかこう上級者っぽくなりそうで、こう肌の質感とか変えれていいんじゃないかなと思ってこれを選びました。で最後第1位なんですけど、これはね限定って聞いて悲しくなっちゃったくらいめちゃいいものを見つけちゃいました。こちらです。シャネルのボーメサンシェルなんですけど、オーっていうカラーが限定発売されるんですけど、これちょっとゴールドっぽい感じなのね。今ここに塗ってみたんですけど、わかる？めっちゃ肌なじみ良くない？でも超華やかになるツヤ感、もう天才かよって思ったんですけど、私あのボーメサンシェルのペルルセントっていうちょっと白っぽいツヤっぽいカラーをずっと押してたと思うんですけど、あれって結構さ白いからさ可愛いんだけどちょっと浮いちゃうって思った方多いと思う。結構真っ白やから私は結構好きなんですけど、確かにちょっとこうギラつきが強いから浮くなって思った方いるかもしれないんですけど、もうこれなら大丈夫、めっちゃ肌に馴染むから。これ限定はほんまにもったいないと思うんですよね。肌にのせるとね、このツヤがなんかこう色っぽさ、大人の色っぽさを出してくれるというか、絶対に使えると思う。日本人の肌にかなり馴染むんじゃないかなって思いますね。イエベ感が強いよって方とかはこの色似合うと思うので、ぜひ使ってみてほしい。ちょっとねそれと合わせてシャネルのフルイドアンルミネールオーイボワールっていうシャネル、名前難しいんだけどこれね、これはもう塗るだけで肌がツヤンツヤンになる下地みたいなフェイスカラーかななんですよ。ファンデをもっとツヤっぽく生っぽくさせたい時とかにファンデとこう手の甲で混ぜてそのファンデを塗ったりするのもおすすめだし、部分的にこう引いてあげてもおすすめなんですけど、すごい華やかなツヤ肌ができるので、これもちょっとおすすめだなと思って、これ買うならこれも一緒に買っても
いいんじゃないかなって思って紹介しました。こちらですね、10月29日に発売されるみたいで、こちらも限定商品なのでなくなり次第販売が終了してしまうみたいなので、買うならこれやと思う私。まあ、限定全部可愛いけど買うならこれ。でもパケがこれ可愛かったし、やっぱこれもちょっと薄さ完璧やから、これも欲しいなっていう感じで、もうね、やっぱコフレの時期って忙しいですけど、私の選んだコフレと限定商品はこんな感じでございましたが、皆さん気になったやつ、もしくは一緒だったやつありますか？皆さんがね、今年のコフレはどれを狙ってるっていうのもぜひ知りたいので、コメント欄で教えてください。そしてボーチェさん あのチャンネルの方のリンクも下に貼っておきます。そこではね、こうもっといっぱいのコスメをじっくり見てるので、ぜひそちらの動画もご覧ください。ということで、今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことよしなあかりでした。バイバイ。